フェリックス・アントワー・ヌチ・セケディ・チロンボは、今後民主共和国の政治家、現大統領、民主社会新法連合書記長、2021年2月6日より1年間、アフリカ連合議長も務めている。3期にわたり、ザイールの首相を務めたエティエン・ヌチ・セケディの子で、2018年12月の総選挙で大統領に就任した。この総選挙をめぐっては、 欧州やカトリック系の選挙監視団体から不正が指摘され、野党候補のマルタン・ファユルも憲法裁判所に異議を申し立てたが、憲法裁は選挙結果を支持した。内閣官房長官には、政界の重鎮で連立パートナーのビタル・カメル、首相には、シルベストル・イルンガが就任した。レオポルド・ビルに生まれる。父は1990年代に、ザイールの首相を務めたエティエン・ヌ・チセケディ。 少年時代は、首都で何、不自由なく過ごしたが、1980年代初頭に、父が民主社会進歩連合を立ち上げ、大統領モブツセセセコに公然と反旗を翻すと、父と共に、中部火災地方の父の故郷に送られ、軟禁された。軟禁中は弁学も、ままならなかった。1985年に、モブツによって、母や兄弟と共に解放されると、 ベルギーのブリュッセルに亡命し、雑用仕事で生活した。2008年末、チセケディは、アドップスの対外関係担当書記に就任した。2011年11月には、10日最終ムブジマイから国会議員に選出されたが、選挙に不正があったとして誇示したため、長期欠席を理由に議員資格を剥奪された。2013年5月には、 独立全国選挙管理委員会からチセケディに報告者就任の要請があった。しかし、セニーは定官で政治団体の構成員の就任を禁止しているため、チセケディは政治活動に支障が出るとして、これを拒んだ。2016年10月にはアドップスの副書記長となり、さらに2017年2月1日に父エディエンヌが死去すると、 2018年3月31日に初期長に昇格した。初期長昇格と同じ日、地席では12月30日に行われる大統領選のアドップス候補にも指名された。大統領選は予定通り12月30日に実施され、その結果、2019年1月10日に地席での当選が発表された。大統領選には野党党首のマルタン・ファユルや、 18年間大統領の座にあったジョゼフ・カビラの支援を受けたエマニュエル・ラマザニ・シャダリーなどが立候補していた。このうちファイユルは選挙に不正があったとして憲法裁判所に異議を申し立てたが1月19日に却下された。これによって知セ・ケディの当選が正式に確定し1月24日に宣誓式が行われその翌日に大統領に就任した。 1965年の今後独立以来、現職の大統領が野党の政治家に平和裏に政権を移上した初めての事例となった。これに関して、南アフリカ共和国は1月20日にチセケディの当選に祝意を表したが、アフリカ連合や欧州連合は憲法裁判所の発表した選挙結果に疑義を示した。チセケディの就任後には、 カビラ派の政治家が首相に抜擢されるとの観測も囁ささかれた。2019年3月13日、ケディはおよそ700人の受刑者に恩赦を与える大統領令に署名した。恩赦の対象にはカビラの政敵も含まれていた。大統領就任後の数ヶ月間、国会の上院と会を制している政党連合、今後共同戦線とは、 カビラの仲介で交渉を行った。4月末にはカビラが首相候補に鉱山会社重役のアルベールユマを推薦したとの報道がなされた。しかしユマは今後政府と国際資源メジャーとの間で紛争が発生する恐れのある2018年制定の新しい鉱山法を支持していたため海外からの圧力を恐れた地席が指名することはなかった。 国会を野党に握られている中、チセケディは、キブ地方の紛争やエボラ出血熱の問題にも対処しなければならなかった。5月20日、チセケディとコンゴ共同戦線、カビラの三社間で協定が成立し、首相には、現職文館でカビラの名優でもあるシルベストル・イルンガが就任することとなった。イルンガは1970年代に政治家となって以来、 1997年のモブツ体制、崩壊まで数多くの閣僚職を務めていた。2021年2月6日、アフリカ連合の年次総会において2021年度の総会議長に選出。ありがとうございます。